このそば。くそ、あの獅子舞どこまで逃げるんだ。ちっこい体して体力ありすぎだろう。可愛い見た目でも凶暴だしな。足も速いですね。すっかり見失ってしまいました。見て、足跡よ。それからこっちにはトイレの跡も。え、獅子舞トイレするんだ。へえ。さあ、どこまでも追い詰めてやるわ。待ってなさい、お持ちだろ。カズマ、いましたよ、獅子舞です。とうとう追い詰めたわよ。さあ、おとなしく観念してお餅を返しなさい。今さら可愛こぶっても遅いわ。ほら、カズマさん、やっちゃって、ね、なんで俺だよ。うっかり近づいたらまた噛みつかれる。同じ失敗をやらかすのはごめんだ。仕方ありませんね。ここはこの私が。あんま…行ったそばから噛まれて。アクア、笛出せ、笛。わかったわ。さあ、この音色を聞きなさい。あーあー、なにあれ。このお子様姉妹、ピンチを悟って親を呼んだわね。マジかよ。いや、お正月の催しとしてなら縁起良さげな気もするけど。ぐらー、ちくしょう、全権撤回だ。なんかめちゃくちゃ怒ってるし、やだ、怖すぎる。あの人たちにいじめられたとでも告げ口してるんでしょうか。っていうか、あの親獅子舞とか見れば見るほど日本の獅子舞そっくりだな。さては、こいつらも冬将軍みたく日本の転生者のイメージが具現化した口か。まったく、なんて迷惑な話だ。ガラー、飛んだ。なんという速さですか。カズマ、危ない。ガラー、大丈夫か。すぐ助け。待ってくれ。できることならもう少しだけこの瞬間をゆっくり味わわせてほしい。そうでした、そういうやつでしたね、お前は。なんということだ。書き初めに書いたことが本当に叶うとは。しかもこんなに早く。カズマ、お前の言っていたことは正しかった。明けましておめでとう。お正月は最高だ。私もダクネスに続きたいです。書き初めに書いたように今すぐ爆裂魔法を。黒より黒く、闇より暗く、漆黒に。ああ、もう結局いつもの感じじゃねえか。お餅さえ取り返せるなら何だっていいわ。さあ、さっさとこいつらやっつけてお雑煮食べましょう。ああ。来るぞ。フニフラさんやドドンコさんは元気かしら。あれ、私たちってなんだか友達同士みたいじゃない。新しいパーティーメンバーを募集してみませんか。ミーヤちゃんとエイミーさんは仲が良くて羨ましいな。